はいどうも皆様、クワでございます。本日別に僕なんか商品紹介とか別にやってないんですけども、長崎に先日行ってきてですね、お土産がいろいろ迷ってあんまり友達がいないので買わなかったんですけども、一つね自分用にと思って買った何個か買ったお土産というかがめちゃくちゃ美味しかったので、ただただ紹介したいという動画でございます。本日ね皆様におすすめしたい長崎お土産がですね、このこれでございます。でれん、五島の鯛で出汁を取った何にでも合うカレー、五島豚軟骨×鯛の出汁と、こっちはビーフ×鯛の出汁ですね。これなんかたまたま飛行機の制限エリア内で見つけて、まあもしかしたら外に、僕お土産とか基本見ないんであれだったんですけど、制限エリア内の ANA フェスタみたいな、まああるじゃないですか、そういうおにぎりとかアイスとか売ってるようなところで、そこで、たまたま見つけて、で1個ね何個か買ってきて1個食べたんですけど、これとっても美味しい。で僕はちょっとねビーフとタイの出汁しか食べてないんですけどもね、なんかもう見た目からおしゃれで美味しそうになってるしね、見た目がおしゃれってことは大体美味しいですから、せっかくなんでね今回は食べてみたいと思います。レトルトなんで湯煎するか、まあレンジの場合は600ワットで1分半これをどっかのお皿に入れてチンする、まあ湯煎の方がね好きなんで煎しますけど、ちなみに中身はですね、こんな感じです。中身も同じようになんかレトルトとしてはなんかすごい結構ねいろいろ入ってんですよ中身。金額的にはね多分1個300円とか400円ぐらいだった気が、ごめんなさいちょっと正確に覚えてなくって、でもね本当に美味しかったんでね、まあ多分1人1人前って書いてあるので1回の食事用なんですけども、これね本当に美味しかったんで、ぜひね長崎に行った方とか長崎に知り合いがいる方とかぜひ食べてみてください。はい、とりあえず湯煎してきました。とりあえずね何にでも合うカレーということなんでね、何にでも合うといえど米に合わなかったら仕方ないということで、とりあえず米を用意してこれにねかけて食べたいと思います。あー美味しい匂いだわ、ちょっと辛めなんだよね、ゴロゴロとね、ゴロゴロと結構ゴロゴロと肉とか入ってて最高です。いかがでしょうか、結構こういうカレー好きな人も多いんじゃないですかね。この肉とかも結構レトルトなんですけど肉とかもがっつり入ってて、早速肉からいくかね、いただきます。まあ普段キャンプのご飯とかやっててカレーとかも作ったりもするんですけど、これはちょっと美味しすぎますね。なんでぜひね皆さんも長崎に行った際には五島の鯛で出汁を取った何にでも合うカレー見てください。なんか結構いろんなのに合いそうな気がしてて、これを使ってねさらに料理するっていうのもまた一つの手なんじゃないかなとは思うので、ぜひね自分なりにこういう風な料理を考えてみるのもいいかもしれません。というわけで今回は商品紹介になってしまいました。お土産紹介ということで、五島の鯛で出汁を取った何にでも合うカレー、ぜひね皆さんも長崎行った際はチェックしてみてください。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。